ライバー TV をご覧の皆さん、のうかです、ようすけです、まさとです、けいたです、たけぞうです、すきです、こんちゃんです。今日も見てくれて Thank you for the power ということで、今日の企画は、間違えた、今日の企画はなんとなんと旅行ボクシング大会、いやいや、今回、まあ、この7人で、まあ、トーナメントをやって誰が、ね、旅バーの中で一番かっていうのをガチで決めようと思います。よいしょ。で、まあ、チームは、まあ、この体重軽い順で、ここ順番にね、順番にだから最初にこう2人で2人2人で、一番80キロ級のね、うん、もうめちゃめちゃいいから、もう筋肉が、ノンタク何キロ、僕45です。20キロ倍近い、倍近いとかでは言わないけど、すごいノンタクの時2人用意して、なるほど、ノンタク2人全員ボクシング経験者は、あ、僕は、ね、もう優勝候補、ね、で意気込みは、あ、意気込み、まあ、一発で倒せるかな、みんな、はい、おお、やばい、パパマン行きましょう、この鍛えられた体、全然どこがやろ、まさとどうした意気込み、いや、まあね、この体でね、なんとか、打たれてもね、我慢すればね、で、カウンター、あー、なるほど、あ、でもこれ、必勝法皆さん知ってますか、これ必勝法なんですか、情報、あの、グローブになりきるんですよ、おどれがグローブかわからん、なるほど、そうそう、どれがグローブだって、3つあるものがあるから、はいはいはい、やっぱ有利になるよね、なるほど、ってことでね、早速やってみましょうレッツ肩幅、カーン、いけいけ、おお、いけいけ、いけいけ、お、結構いいね、おお、よきだよきだよきだ、いいね、いいね、のんさん手出してて、のんさん、いいだね、40秒40秒いいね、攻めて攻めて、攻めて攻めて、あご引いて、攻めて攻めて、ソファーあご引いて、攻めて攻めて、あご引い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 て、あと20、20、もっともっと攻めよ、攻めよ、いけいけいけ、ボディボディボディ、攻めて攻めて、ズキいいよ、ズキいけ、連打で連打で1、2、3、4、5、5、ズキいけ、ズキいけ、はい、ブレイク、ブレイク、よしよしよ、はい、ファイト、ファイト、大丈夫、ズキ、手数、手数、ズキいこう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 、いいよいいよ、ズキいいよ、ズキいいね、ズキいいね、いや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 、ズキいいね、前前前前前前、ズッキーいけ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 、いやいや、ズッキーいね、ズッキーいね、正面、正面いこう、正面、ガンガンいこう、ズッキーいこう、あ、いいね、いい、いい、いい、めっちゃいい、めっちゃいい、結果、竹蔵、よいしょ、ありがとうございます、ファイト、グローバーして、カーン、もっと顎引いて、でかいよ、でかいよ、もっとついて、そうそう、
武器なんてやられたらよって。いや、まず顎引いて、顎引いて。顎引かないなんて、もっと近い距離戦って。はい、ブレイク。まずもっと近い距離です。遠い、もっと近づいて。もっとそう、それまで、もっと近づいて。もっとそう近づいて、顎引いて、そう。右打ったら左上がった。そう、体重。そう、よすきよ、そう。よすき無理して、打った方がいいよ。そう。いけ。三発とか。突っ込め。いやー、近いか。もうないな。すげえ。もう攻める感じ、パンチとかあるから。怖いんだ、なんか横から来そうで。横から来る。パンチ見ちゃってるからね、もう見ずに、もの近い距離でやってるから。相手の顔です。基本は、俺はもう絶対こっちを見る。俺は辺とめっちゃ使う感じなので、ここから来る感じで。勝者両方お同点おめでとうすごいナイスナイスファイトやってみた感想いや思っていたより体力なかった俺やばいな疲れるわなんか終わったことの方が嬉しいな同点とかなんかどうでもよくなってきたプレッシャーが解放されていいですね戦うっていいですね素晴らしいなんか強くなった気分ですもう一回やりますか怖いなんていうのちょっとダメージ部分は若干竹蔵かなっていうのがあってでなんていうのコツコツ当ててたもんでアマチュアだったら陽介いっちゃうんでねでこれがまあエキストラウンドっていうか決勝戦の場合通常格闘技の場合だと陽介がまあなんていうのこうテクニックと休みも兼ねてくっつけにいっとったよね、うん、そうエクストラウンドの場合だともうあれでもうアウトになっちゃう、うん、両方とも最後もう終わりだから行こうよっていう風だもんで、うんまあ、ボクシングだとそういうのはないラウンド数が決められててあれだもんで、うん、ということで、うん、もうどっちでもつけれませんでした、うん、はいということでね、ボクシングトーナメント
終わりました。めっちゃ体力、いやこれやばいね、やばい。友達同士っていうのがなおさらなんか、ね、変なプレッシャーがあって、そんなね殴ることないんだよ、俺がのんたくんってやるって最初躊躇したもんなんかいやー、のんたくんの顔がなってなったもんねでもね、陽介と、竹蔵がね同点ってことでね、2人優勝でおめでとうございますじゃあ2人ちょっと感想を言って、あ、いやでも本当にもうみんなと一緒にやるって本当に思うし、やっぱこういうなんか新しいことに挑戦するっていうのは、うん、本当すごい心が感動する思い出として今後一生記憶に残ってくだろうなと、記憶のアルバムに残りました。ありがとうございます。あ、やっぱりなんか友達同士本当殴り合うことないから、躊躇しながらも負けたくないっていうなんかいろいろあって、でもやっぱ最後にみんな笑顔でこうやって友情が芽生えるというか。ちょっと今回陽介とは同点やったから、ちょっと後で個人的に神の内職でもう一回。友達だから、あ、ごめんみたいな気持ちいいかと言うとあんま気持ちよくなかったなんか殴られた時もやけど、フラってなる瞬間ってなかなかないから、いろんな意味でも本当にいい経験になったから、最初で最後のインタビューということで、飲んだことない以上で飲んだことない、本当に大変だ、本当に弱って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 優しい、優しい、優しい、あ、みんな自分で見てくれパスパン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 じゃあ、具志堅さん具志堅さん、感じで別の強かった、強かった次、次そうですね、この格闘技、格闘技、まあ、ボクシング今回初めてね、こうなかなかこう、なかなかってこう人を殴るっていうのはもう本当に、小学生の前ぐらい優しいからね、ズッキーはもう本当にこう、でもちょっとね、いい経験になりますこうやって ガードしながらこう攻めていくんやなみたいなのもちょっと初めて知ったんでよかったですニコニコしてるな、ズッキーは久しぶりの頭が流れてふわって小学校の頃、天才経験したんですよ。おー、なんか小学生見てるありがとうございます。ということで、はい、今日も見てくれて Thank you! おかたままたねーし、あ、いけんねんねんえっ、ガードしてからデコデコでデコでパンチもらったら外して外してから外してからずっとガード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 もうずっとまたガードガードのストップまたずっとストップガード外してからガード外してからやっていくはい、ストップおい、ズッキー気強いな。うん、最後はもっと言ってないかも。はい、焦らずに、じゃあもう効いてる。はい、ただもうマストと焦るから。うん、マストはもっと力抜けるとき、あれで。でも力抜くために、必ず左を右打つとりに伸ばす。じゃあ、うん、で、軽くでもいいで、ポンって伸ばすから。で、左は、うん、はい。そう、デコデコでもらう。ガードガードガードが合わせるぜ。そうもっと、あとデコでもっと胸に入ったり、胸に入ったり。そうそう、マスクで、うまいですよ、これ。そんでいいよ、そんでいいよ、そんでいいよ。そう、ナイスナイス、なんか。うまいな、お前。そうそう、次、こらえて、こらえて、こらえて。はい、ストップ、ストップ。はい。ロバーして。いや、もう向いちゃっていいよ。もっと向いちゃっていいよ。攻撃しんでよ、飲んじゃ。いいよ、いいよ。もっと動くか。ついてこれんと思うで。そう、大体。見えとる、見えとる。いいよ。おおしゃ、素早く。いやいや、もっと動いて、動いて、動いて、動いて。そうそうそう、ナイス、ナイス。うまい、うまい、うまい。いいよ、いいよ。もっと動いて、動いて、動いて。そう、離れて相手前に出したらいいよ。ほんで、またすぐ移動したらいいよ。でも、そうなったら、連打で。おぉ耐えた耐えた耐えたまあまあ今殺してよ殺してよまあまあまあは
うまいうまい、もんちゃんうまい、うまいもんちゃん。おお、フットワークがいい。そうそうそう、おお、よーっ、ストップストップ、いいよ、リズム倒して。ちょっとごめん、今あれバランス悪かったのに。グローバーして、はい、ストップ。はい、はい、もう攻めて、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 顔面攻めて、顔面ちゃん、顔面攻めて、顔面攻めて、けつっこめ、つっこめ、つっこめ、5、4、3、2、1。 Oh,